船の右左に出ているものが、海海は人力により船の推進力を得るための道具である。海を使って船を進ませることを、漕ぐという。海を使って海や川を移動する。海は一般に長い棒状であり、一旦の平らな部分を水に入れ、漕ぎ手はその反対側の柄の部分を握って操作する。英語では、ボートなどで使用する船べりに視点を持つものを、オールと呼び、 カヌーなどに用いる船べりに視点を持たないものをパドルと言って区別するように日本語でもそれぞれを海とカジと書いて区別することがある日本独特の和船で用いられる海には柄の末端部分に海間や種目と呼ばれる T 字型の横棒がついているこのような和船の海は水をかいて船を操るだけではなく炉のように水中で左右に横面を振ることで揚力を えて進む操作も行えるようになっている。また、日本の昔からの船では、西洋式のオールと同様に船の両舷から出して、船べりに視点を設けて、水をかくことで推進力を得る、車貝と呼ばれるものがある。和船では、貝は船尾に一つだけ備えて船頭が操作する。また、和船では、貝から発展した練り貝と呼ばれる貝に似た道具がある。これには、貝よりも、 長い快感がついており、やはり船尾に一つだけ備えて船頭が操作する点は同様であるが、両手で操作することで推進力がさらに得やすいだけで、なく、火事として機能させ、船の進度を制御することもできる。練り会が発展して炉が生まれたと考えられている。ありがとうございます。